皆さんこんにちは、レソでございます。横座物語続きやってまいりたいと思います。では、初場所の本場所ね、まいりましょう。さあ、番付はこんな感じですね。まあ6畳さんがまあまあの位置にいらっしゃって、7畳さんが続くかなというところですね。今回何人だ、1、2、3、6人、ああ。4人が幕下なんだね。ちょっと、ああ、いけないと思う対決か。うん。6畳さんと5畳さんのね、対決ですね。はい、全員見ましょう。7畳さん、俊一のお相手は若しぐれさんですね。ごめんなさい。残った。おーし、立て出し投げ。七条さんは黒星スタート。まんじゅうじさんですね。ナソリュウさんが初日の相手となります。そうですね、六条さんが五条さんと横綱との対決ですから。力でいきました、もろ差し寄り。高辻さん、カズサナダさんが初日の相手となります。まあ、まだパワー落ちてないからね。連続、よーし、縦投げ、綺麗に決めました。瞬殺。松原さんは初日の相手は坂東翔さん。お、珍しい釣り。あ、しかし、しかもずっと回し取ってる。おお、一気に逆転追い込んで、そのままいいよ、もろ差し寄り。ちょっと最初押されましたけどね。さあ、初日から同門対決、五条さんと六条さん。さあ、六条さんは初日から横山チャレンジ、突き落としは不発。さあ、結構ね、こまめに攻めていくけど、なかなか五条さん下がらない。さあ、ここでようやくターン回ってきた。五条さん突き二つ。なかなか返せない。そしてそのまま突き出し、横綱強し。五条さん勝ちましたね。お、八重の実さん、なんと初日から土がついた。あとはガデュさんは勝ってるのね。荒藤さんとね、氷川さんも初日から土がついてるね。ほう、重量は、あー、なるほどね。あー、ラオさん負けちゃったんだ。はい、ということで結構荒れ気味なスタートになりました。2日目参りましょう。八重の実さんも松先生を取れるのには早いけどね。六条さん、お疲れ。ああ、松原さんとだ。前半戦結構黒星重ねそうですね、これは。もしかしたらだけどね。最近4人上がるとかないよね。はい、七条さん、2日目は勝ち、三杉さんですね。まんじゅうさんはカズサナダさんとですね。で、高辻さんが南宗龍さんで、松原さんと六条さん同門対決。これは松原さん手が早かった。先手こそね、六条さん取りましたけど、うわ、手出し投げ、六条さん勝つ。横綱破りましたね。で、五条さんが坂東翔さん、こちらパスします。おお、すごい状態になってきた。
谷敷さん、氷川さん、百鬼丸さんらはなんか星の取り合いっぽいような感じになってるね。五条さんには全くね、下手出しなげ出せなかった六条さんが松原さん相手ではちょっと押されてからサクッときましたね。七条さんは2連敗。高西さんが2連敗スタートですね。では3日目参りましょう。大関陣のあの劣化具合はどこ行ったんだっていうね。今日は高辻さんとですね、ごめんなさい、はい参りましょう。3日目、七条さんは綾乃国さんですね。で万十字さんかな、このまま行けば。あ、そうですね、坂東師匠さんで、高辻さんが六条さんとの同門対決。さあ横綱3連戦、六条さんは一勝1敗のマスマンをスタート、そしてすくう六条さん、なんと横綱3人に2勝1敗。松原さんは南総龍さん、こちらパスします。で五条さんが上真田さん。おおそうかっていう感じですね。あ、ガリュウさん通知、あ、アロフさんも通知がついた。高山とさんがなんと上位陣2人撃破してますね。で瀬戸錦さんも誉さんに敗れる。わあ、今場所荒れ気味ですね。七条さん3連敗はい、ということで、全勝がだんだん消えていく中ですね、頑張ってるのは五条さんと万十字さん、そして塩野美さん。では4日目いきましょう。七条さんはちょっとなんかおかしくなってるね高辻さんは小結びの氷川さんとですね。で六条さんは下と当たる。万十さんは百鬼丸さん、松原さんは浦風さん。うわ、全員勝ち上がってきそう。これバグらんかったんやけどねさあ七条さんは玉鉄さん、お相手は2勝1敗。これ以上負けるとちょっときついね。七条さんも2勝1敗同士。六条さんは紫龍さん、まあ、紫龍さんもね、超音さんやからもうちょっと強くても面白いと思うんですけどね。さあ万十さんは小結びの百鬼丸さんがお相手となります。現在にお相手は2勝1敗。さあ早い突きからのスタートは万十さん、そしてもう一つ連発こそないけどじわじわ追い込んだ。そして突き出し、突き一辺倒で勝ちました。4日目終了。高辻さん2勝1敗で、氷川さんですね、お相手は1勝2敗。さあ万事さん4連勝でしたね4日目終了って言っちゃったけどあ、首投げ。おっと、高辻さん2敗目。松原さんは3連敗中の浦風さん、こちらパスします。そして、五条さんは校長高山さん、お相手2勝1敗。ということですね。六条さんもあきっちり勝ってる。七条さん、お、ケタグリ出ました。4日目終了しました。ここで言わないといけなかったですね。五条さん、万十さんが4連勝、松原さん3勝1敗、高辻さん2勝2敗で、他4連勝は現在塩の海さん、上位では上位というかね、中入り後は塩の海さんのみですね。で六条さんは横綱3人2勝1敗ということです。現在3勝1敗ですね。先が楽しみですね。十両は4連勝いっぱいいますね。1、2、3、4、5人か、見落としてないね。そうですね、暁さんも2勝2敗かで、七条さんは1勝3敗という状態ですね。では5日目参りたいと思います。やっと七条さん勝ったね辻さんはちょっと氷川さんに負けたのは痛かったね。百鬼
丸さんはまあ大丈夫やと思うんですけどね。さあ、まんじさんがその氷川さんと当たる。1勝3敗同士、七条さんの相手は武神会さん。こちら3勝1敗同士、六条さんと湊川さん。万事さんのお相手は小結氷川さん。お相手は現在2勝2敗。さあ、このうちの一つは、高津さんを破った、すくい投げで破った、首投げか、ごめんなさい、破ったんですね。さあ、ここは万事さん寄せつけず一気に追い込んだけど、氷川さん1個返す。そして余裕、万事さん5連勝。2勝2敗同士ですね、高津さんと小結百鬼丸さん。さあ、高津さんはこれ以上はまだ衰えてないのにね、負けるわけにはいかない。前回は全勝優勝だったんですけどね。また元のね、ピリッとしない高津さんに戻っちゃった感じですね。下手投げ、なんとここも敗れました。松原さんは高山さん、お相手は2勝2敗、こちらはパスします。そして五条さんは浦風さん、お相手は4連敗中、こちらもパスですね。高津さんがなんと3敗目。大関陣は1つずつ落とした状態か。六条さんも1敗をキープ、七条さんは連勝。ああ、赤月さん突き落とし持ってるんやね。はい、上位陣こんな感じですね。なんと高月さん負け先行の状態ですね。では6日目、高西さんがね、連敗の後3連勝してるのかな。6日目いきますね。五条さんが今日氷川さんと当たりますね。辻さんはどうしたんだまだね、パラ落ちてないんですけどね。一人だけ黒星一つつきましたね。七条さんは北海山さん、お相手は1勝4敗。4勝1敗同士、六条さんのお相手は大国魂さん。大国魂さん頑張ってますね。万事さんは浦風さん、お相手は5連敗中。そして高辻さんは高山さん、こちら2勝3敗同士。松原さん、小結百鬼丸さんですね、お相手は現在3勝2敗。さあ、ここは土を、おお、下手投げ、百鬼丸さん勝ちました。なんと松原さんを破る。そして五条さんは2勝3敗、小結の氷川さんと。ここは瞬殺けたぐり、五条さん6連勝。なあ、百鬼丸さんが絶好調やね。高杉さん、ああ、好調の高山さん破ってますね。で、六条さんは奥に魂さんを破って、こちらも1敗をキープ。ラオさん釣り出されてんので、七条さんは3連敗のあと3連勝。6日目終了しました。ごめんなさい、五条さんと万獣さんが6連勝、松原さん4勝2敗、高津さん3勝3敗、他大関陣3人は5勝1敗か。で、塩野美さん1個土がついてますね。で、六条さんは5勝1敗、全然上々ですね。会議は、むつにしきさんが5勝1敗いるか。十両、全勝一気に消えました。全勝は現在日和さんただ1人になりましたね。5人ぐらいいたんですけどね、全員1つか2つ通知がついてますね。七条さんは3勝3敗という状態ですね。赤月さん4勝2敗か、まずまずですね。では7日目いきましょう。七条さんはオセロみたいなことを祈る。さあ、五条さんは7日目ですからね、上位陣と当たります。大関荒星さんで、高辻さんが八重の実さん。
さんはまだね、前頭の中盤あたりですね。三田寛治さんがガリュウさんで、松原さんが多賀錦さん、上位陣の争いが 目立ちますね。七条さんはむつ、西王さんでしたね。ごめんなさい、一勝5敗、むつ錦さんに見えちゃった。六条さんは吉野葉さん、なんと俺お相手は6連敗中。さあ、満十字さんは大関の我流さん、お相手は現在5勝1敗。さあ、ここは2つ目の土をつけたいところ。まずはもろ差しより満十字さん、あまり組まんといてほしいんやけどね。そう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 、つくつく追い込んだ、いけるか、差し替わる、突き出し。万寿寺さん好調、絶好調、7連勝。さあ、高辻さんは5勝1敗、大関の八重の海さんと、これが負けると4敗目。回しが取れない。さあ、ようやくなんとか、まあ仲戻したけど、すぐ寄り返されてしまう。厳しいね。もう一丁入んない。お、月が行く、いけるか、逆転、あまり長引かせたくはない。もろ差し決まる、そして押す、追い込んだ、いけるか、おっつけて押し出し、高辻さん、八重の海さんを撃破。さあ、こちらは4勝2敗同士、松原さんは多賀錦さんがお相手、先手は多賀錦さん。押し2つで逆転、しかしまた真ん中戻る、再び松原さん押し、今度も2つ。さあ、ここで止まりましたね。さあ、また押しが入った、そして追い込んでからの寄り、松原さん勝ちました。さあ、五条さん、大関の荒藤さん、お相手は現在5勝1敗。さあ、こちらにも土をつけたいところ。ケタグリ決まった、五条さん7連勝。さあ、まんじゅうさん以外のね、3大関すべて敗れました。おで、あとは瀬戸錦さんも敗れましたね。六条さんはまた桁繰りで勝ってる、七条さんは西大さんに寄り切り負けと。あ、赤月さん負けてんのか、高野山さんにね。7日目終了、五条さん、万十さん7連勝、松原さん、高辻さんが、松原さん5勝2敗高辻さんが4勝3敗ですね、という状態ですね。で、あとこれ追っかけてるのは6勝1敗の塩野美さん、照見山さん、そして六条さんかな、もう1人ぐらいいるかな。あー、いないね。むつ錦さんも2つ目の土がつきましたね。はい、では前半戦ラスト8日目参りましょう。七条さんは負けが先行の状態で、五条さんは今日は多賀錦さんと、高辻さんは大関の我流さん、なんとかこの辺を破ってね、勝ち先行で前半戦終わりたいところ。万事さん、今日は八重の海さんですね。ここが勝てば久々の優勝にも手が届きそうな状態になりますね。七条さんは沖津波さんがお相手ですね。現在沖津波さんは4勝3敗。六条さんは八郎方さん、お相手は1勝6敗。
さあ、万事さん勝ち越しかかってますけど、大関八重の海さん、お相手は現在5勝2敗。下手投げ狙われてました。万事さん、ここで一つ目の土。高辻さんは大関我流さん、お相手は5勝2敗。さあ、珍しく先に真っ白を取ったけど動かなかった。またいた。高辻さん勝ちました。松原さん、荒藤さん、5勝2敗同士の一番。じわじわ攻めてくるアロフィさん。松原さん、ちょっと押され気味、しかし真ん中に戻す。回しが取れない。入った。突き一発、二発入りました。土俵際一歩手前、もう一丁いくか。押した、追い込む。荒藤さん粘る。また土俵際一歩手前の状態、ここで止まりましたね。なかなかまし取らせてくれないね。あ、真ん中戻ってしまった。追い込まれてしまう。松原さん、桁売りが出んな。アロフさん苦手な。なんとか粘る。しかしまだじわじわ追い込んでくる。あ、また追い込まれてしまう。厳しい。松原さん敗れました。これで3敗目。さあ、五条さんは勝ち越し、ストレートの勝ち越しがねかかってます。お相手は4勝3敗の高西樹さん。アクティブに動く高西樹さん。さあ、五条さんのターンになって一気に攻め込みました。ここでケタグリ8連勝。万寿司さんは八重の海さんとやると全くダメですね。六条さん、またケタグリか。で、七条さんはまた連敗と。前半戦終了しました。五条さんがただ一人8連勝、松原さんが5勝3敗、高辻さんも5勝3敗。松原さんがもう前半戦で3つ敗れるなんてあんまり見ないけどね。万事さん7勝1敗、六条さんも頑張ってます、7勝1敗。他7勝1敗は塩野美さんと照見山さんですね。下位でも無線式さん頑張ってましたけどね、ま、6勝いかなかったね。で、十両は、8連勝はいない。日原さんも土がついて7勝1敗が1、2、3、秀湊さん入れて4人で、七条さんは負けが2つ先行の状態、3勝5敗という状態ですね。さあ、今回はね、五条さんがすんなりね、強いとこを見せてる反面ね、高辻さんと松葉さんがちょっとピリッとしない状態。ただ高辻さんはね、大事な一戦結構ね勝ってますからね。まあ、それはなんかちょっと変わってるなっていうのは状態ですけど、松川さん逆にね、ここは勝っとかないといけないっていうところがねちょっと落としてますよね。で、六条さんはまさかのね、3大関のうち2大関を破るというね快進撃を見せている状態ですね。後半戦どうなることでしょうか。お楽しみにしておいてください。それでは、さよなら。